バッティスタ・ファリーナは、イタリア最大のカロッツエリアであるピニン・ファリーナ創始者。イタリア・トリノ出身。愛称は、バッティスタ・ピニン・ファリーナ。1893年、ジョバンニ・バッティスタ・ファリーナは11人兄弟の10番目の子供として、トリノに生まれた。ピエモンテゴでの小さい子供を指す、ピニンが愛称であった。11歳で、兄、ジョバンニの自動車ボディーショップ。 スタビリメンティファリーナで働き始める。個人的に、第一次世界大戦中トレーナー飛行機の構造を、監督、賞賛を受ける。1920年、その手腕を確かめるためアメリカ合衆国ミシガン州、デトロイト市へ渡り、ヘンリー・フォードに愛想の価値を認められ、フォードモーター社で働くように強く求められるが、イタリアへ戻ることを希望。帰国後、ローザ・コパスソと、 結婚、1922年に、ジャンナ、1926年に、セルジオが生まれる。1930年、ジョバンニのボディショップを離れ、自分の愛称を取り、カロッツェリアピニンファーリーナ社を設立。主に特別な自動車のボディを製作。手製の技能を超え、従業員が増えるに従い、1日7から8台のボディ、製造ラインを確立させる。 第二次世界大戦前、次々と革命的なデザインのボディを生産。外国の自動車メーカー向けの会社を設立するも、第二次世界大戦が始まり一時中断。1952年ピニンファリーナとして初めてデザインしたフェラーリである212インテルを発表。当時バッティスタはトリノにエンツオ・フェラーリを呼び寄せたかったがエンツオはマラネロを出ることを疎んだ。 このため息子のセルジオはトリノとマラネロの中間のトルトーナの町での会合を提案した。そして二人は意気投合し、現在も続くフェラーリとの蜜月の関係の始まりとなった。戦後直後から多くの自動車メーカーのデザイン、ボディ生産を手掛け、ついに1958年、最も近代的な巨大プラントを設立。1961年、 法務大臣の提案で、イタリアのグロンキ大統領は、社会的で産業の活動における彼の業績を考慮、彼の性をピニンファリーナへと改名することを認可。また、彼の娘、ジャンナの夫であるレンツォカルリ、息子、セルジオ・ピニンファリーナに経営権を譲るが、仕事は継続。1966年4月3日、英民。彼の業績を称えられ、各国から、 勲章、名誉市民など栄誉を受ける。初代 F1 チャンピオンのジュゼッペ・ファリーナはおいである。ありがとうございます。